ゼロ回戦を一度するならさ、そうですね。さあこれは本当注目の一戦ですね。が対ダンテン、が対ダンテン、このスワップ機能いいよね。いいですねあやべえ、一応逆に書いちゃったんで。さあ始まりました、1本目ガーバーバス、なんてロシックマン対シルク。まあ立ち回りがね、ロックマンがすごい引っ掛けてですね、質や勝負が迫ってくるんですけど、非常に速いですね。多分ロックマンがだいぶ面倒くさいと思う。ロックマンは隙がある技が多いので、だいぶ面倒だと思います。ダッシュから差し込みを通せるシルク側は全然ロックマンいけるキャラです。ロッカーの方がいいですが、分かりません。さあ、車やって、オードメジャーでなる。いや、懐かしい。自分に昔の自分を見てるようだ。そうですね。今日は栗田子さんとかもいますからね。さあ、うまい。これ、そうですね。ガサンのガキラーが。ここからの、よいしょ。俺もやろ。そうですね。スタスマッシュ、狙っていく。そうですね、当たれば勝ち。そして外してもですね、死なないことです。自分の好きなさ、縦で一回読み合いをするのはですね、本当に強いです。試合を受けて強くするかどうかって強くしたいですよね。着手しろ、長い。うまいリーフシードからの、リーフシードからのガン。さあ、縦に変えて、特にこうやって縦にね、ピッチに変えてるところが素晴らしいですね。しかし、この重さでも、ついてしまう。さすがに 180% 近い。まあ、先手を取ったのはガロックマン。まあ、次話すことができるか。あと空中にしたら、まだ、あれこれジャンプ消えたんでは大丈夫かちょっとヒヤッとしましたが。さあ、空中にしたら、ビハインドスラスト、強烈。ここで激に変える。そう、この状況、激のリスクは非常に少ない。さあ、後ろ投げ、非常に飛んでいく。危ないぞ。さあ、メーテを狙って、激のやつ、強気に読み合いしたい。さあ、ここで激終了。バスに変えてスピードでロックマンをする。さあしかしが1ストックリードしているため無理をする必要はない。ここでリードを広げておけば次のストックだいぶ楽。もしくはここで倒してしまえるか。さらに激激殺を狙うシルク。まあいいですね。エンガロックマンジャスカからスキルマスターでリターンを取っていく。ピエうまい着地狩り。そうさ、さあ40対0、全然わからないですね。さあ、シルク、速い、崖ジャンプからのね、クルミジュアル。で、空中へ、足だから、さらに空中へ、当てていく。
さあ15回ガキ上がりダイナムクージュニカルから掴んで後ろ投げ。しかし中国ですね、お世辞にも一発の攻撃力が高いキャラとは言えません。さあちまちま厚で稼ぎしてワンチャンスを狙っていきたい。アスラルマンも同じですね、あまりにまとまった火力はまあ攻撃力が当てればすごいですけど、最終的に挑戦になるこのカード、さあどちらが勝つのかまだ分かりません。さあ集中する、うまい小状態に対しての空置き、上から来るのを読んでいた。これは怪しいぞ。さあワンチャンを狙いに行く、来るのから下は今日うまい。さあ空を狙っていく、来た早い。さあもう本当にわからない、この足の速さ、ロックマンとしては手が出しにくい。クジマへ、これはやばいぞ、おっとクジマへ、これは届かない。さあ1本目取ったのは断定主力、よかったリプレイで解決ですね。いや素晴らしい試合でしたね、1本目から熱い試合を見せてくれます両名。さあ最高峰のロックマンと主力がぶつかり合うとこうなるんだと、さあ譲らない両者、2本目選ばれるステージは超前戦場、やはり分かっている対主力を。戦場はですね、ショーの、主力がこのダーツショーを起動した際に、ね、ショージャンプが最後の台、大ジャンプが上の台に引っかかってしまうので非常にショーが使いにくくなるというステージですね。ロックマン側がカウンターとして選ぶのには最善ともいうステージでしょう、さすがにみんなよく切る。さあそして先ほどは出てなかったザンをですね選択、スピードでかき回す質と火力の高いザンで回していこうという感じでしょうか。立ち回りで使うモノダーツって3つなので、1つが消えれば残りの2つになるんですけど、あ後ろ非常に滑る頂上段に滑りますね。はい、ロコマがここです、ロコマさん残のね、攻撃をかいくぐりつつ、ロックマンロックバスターを追っていく。ダメージは下がりつつも、やはりロックバスターという攻撃が強力、近づけさせない。将棋は大ジャンプの接近がない分ですね、ロックマン側はだいぶ相手しやすくなったと言えるでしょう。しっかりリーダー、おっと上手い回避を見てくる、後ろしっかり決めていく。さあロックマン、ここでリードを奪って、じゃないかな、中米。さあ、ロックマンキャンプしていく。上に踏まえ、踏まえ、さあ、断絶力の復旧性が冴える。エアスラッシュ、追撃、しかしこれはロックマンまだ帰れるぞ。いやー、大きかったですね、1回前のですでにもうロックマン戻れなかったですが、判断を誤ってしまったが、さあ、空車。さあ拾った命、ガーとしては当然ここで稼げるだけ稼ぎたい。後ろ、さあこれかなり厳しい展開になってきた、断定主力いけるか、飛ばして狙いたい、うまいジャンプ受けている。メタルプレイだから、おっとここで接近を込んだところに主力の、さあここで迎撃を選択、しかしまだ撃戦ならず、ダメを打つが読んでいた。さあ元気を解除しつつ、あと3点を取れてロックバスターを打ちつつ伸びていく。さあリーフシールド、さあ前投げ距離を分けつつ目をお互い狙っていく。さあ難しい、うまい空中回避しっかりと合わせていた。さあ2本目取り返したのアンガー、あリプレイをリプレイを。さあいつも通りとこの2人の対決、このように五分ということでしょうか。さあサロスを選んだ、そうですね、同じ形のロックマン、ワイリー基地はですね、こ
当然のことながらロックマン壁キックをできない、壁キックをできないこのステージ選択。さあお互いですね、やはり対策をよくしているキャラが最も嫌がるステージを選択し、フィニング。さあステージ的にはがあるような感じですが、もう何もせんで1本目を制しているのはロックマン。さあ後ろの絵からグーッとこちらで取れるまま、マルが奥まで踏み台。さあ、ここに上がって踏みてしまう。さあ、上がってるから着地がロックマンのロック着地は90円ガードの右側に強烈な連携、これがうまい。今このね、空中へ空中へと素晴らしい。今度、踏み台よく出る。ここでザン、そしてロックマンメタルベルトを持つ長い。発見剣法。ロックマン上へ上へ渡っていく。これは強烈。ほんと面白い。あら、はい、一気にラインを稼いでいる。誰でもなお冷静、ロックマン。あ、そうだね、ほぼ完全にボブですね。これを打ち上がった、あとニトラが出てしまう。これは飛び出した時に2フレーム目です。これは前を出したのでしょう。その前ロックマンロックバスターで追い払いつつメダルレードを返して、さあ97対100、もう分かりません。最初の前からさあ上級売りを取って、ここでさて起動なってしまうとなかなか倒せない。倒せないが、ロックマン側近づけさせればいいだけのこと。しかし、なんてシルク確実にラインを潰す、いいよ、どうぞ。さあ、うまい、上から空中に飛び上がって、次から狙う。さあ、まだ復活しなかった。に、チェンジ。怪しい願い掴んで、前投げからロックマン入れるか。さあロックマン返ってきて大逆転ロックマンスターです。さあここで射程なるほど、縦に返って一発安全にぶっ放せるエアスラッシュ、うまいですね、面白い。さあこれやってませんでした。さあやってもっと DA、 しかしこれはまだ決戦にならず、さあショーですかさずロックマンにラインに行く。むしろこれは当たらなかったが滑りすぎてロックマン反撃不可能。いやこのね感性の残りっぷりが生じるかの強いところ空中しろ、これは撃墜、うまい、飛びますね。さあここで撃撃墜になるか、めっちゃいい勝負、うまい。さあ完全に分からない 8% さ。いやーこれは本当分かりませんね。1本目をあれだ、ダンテさんが2本目が3本取って3本全勝。さあ後ろ投げ、しかも残念なので威力が少し上がっている。さあ主力上がれるか、この組み合わせはあれだからね、立ち回りはロックマン普通は有利なんだけど、ショート質がうざすぎて時々も判断にされちゃうから、ね、結構5分近いと思う。そうですね、復帰がきついですね。お前パンパンでやられるだけで終わっちゃうから、ね。さあしかしここまでの展開、ロックマンがだいぶ有利に進めている。さあロックマンこのままダンテシルクを破るか、あと受け込みていた、ちょっともったいなかったか。さあショー、おっとここで横スマッシュ、読んでいたか、その高い票。後ろ、さあ刺激の姿勢ロックマン。さあランニング後ろで押し込んでいく、うまい、よく見ている。しかし視力もしっかり感じている。おっと逆転してしまう、面白い。さあこの嫌な距離の睨み合い、ロックマンが優位に進めている。しかし主力ロックマン、逆転の山が残されている。ロックマンも結構おもろいキャラなので、一度飛ばされると結構危なかったです。そうそう、さあ後ろ投げ、わからないぞ。おっとここでダッシュ読んで車に潰すが、まだまだロックマン余裕がある、余裕はあるが
おお、これ反撃。マナーうまい。さあ、これが重郎。決まった。勝ったのワンガロックマン。やるじゃん。